またこの季節がやってきました。冬ですね。おいおいおい、もう寒い寒い、寒いだってもう察してますよね。うん、いやもうだってもうそこなんだもん。冬の爆買い企画です。またやってきました。このね、気持ち悪い、うん、イノシシみたいなおっちゃんが、パソコンがないみたいな。あー、言ってたね、ずっと言ってるね。じゃんけん負けた方が買おうかなということで。やめてくれ。俺らが買おうかな。なんならもう今回あの SD とかハードディスクが余計なの買って、なんでじゃん、40万円ぐらいになるのかな。おぉもうおかしい。いやもう負けた人には地獄味わって、まあ、久しぶりだからね、気分回収。まあもう久しぶりなんでね、俺が負けることもないと思いますので。いやいや、フライングステージ。負けないわけです。これ負けでいく、勝ちですよ、勝ちだ、勝ちだ、勝ちだ、負けんの得意だし。最初はグー、じゃあグッポン。うわっ、人とは違う、自分信じろ。動画でかっこいいとこ、前らマジで、前らマジで、お前ダサい、ダサい、ダサい。いいからジャンケンしろ、いいからジャンケンしろ、早くやれ、やばい、やばい、つまんない人ですか、やばいから、それつまんない、つまんないデブと、つまんないデブでしょ。一回言う必要ない。最初はグッジャンケン、おい、うわー、危ね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 ー、前らチョキ出せよ。今パーで当たったら、チョキ出せよ。最初はグッジャンケン、ボン、うえー、はい、ゴールしよう、はい、ゴールしよう。うわーっ、おい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 、ブリおい、連れてこい。ブリです。いつものだと正義や、いいやん、もう観光だ、マックウッキを買うんや。まあ、リオのためならいいんじゃないですか。おー、いい絆です。40万でしょ。どういうテンション、いろいろある。俺が買ってやる、かっこいいけど、俺の40万の資質なくてきつい。今からね、ちょっとブスを 見定めて、はい、まあ、あとは確かに買ってもらおうかなという。よっしゃー、めちゃめちゃ値切ります。値切りまくりましょう。一眼レフカメラも欲しい。やめて、ね、やばしいよ。じゃあ、買いに行きましょう。11月9日に DJ イベントが、最高。今回からニュー DJ という、ニュー DJ、 会場も違ければ運営の会社さんも違います。ほら、会場も超綺麗な、まだできて1年も経ってないので落ちてる、抑えております。あらあら、もうレベルアップした DJ イベントということで、あら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 、みんなでパーティーナイトして騒ぎたいなということで、サイアンドコー、ハロウィンイベントなんで、あの、はい、僕たち一人一人面白いコスチュームでやって、チケットまだまだ概要欄にありますので、こちらの URL からチケットをお願いいたします。で、今回抽選ではなく、あの、もう先着順なので、お、ご入金した方からすぐチケットもらえるようになります。早いもの順です。ぜひ皆さん来てください。うっす、来ましたね。え、なんかビクビクしてません？一応隠れてるんだけど、別に入れられたところでっていうのは別に、まあ君が勝ったからね。だって、だってもう大体もう金額分かった。ピコピコしてます。ハードディスク1万円まあ1万だね、可愛いやった、まあ、たかが1万だぜ。髪切り2000円ぐらいかな。任天堂 2DS 専用ポーチ、これやってね、これやってこれやってね。まあ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 、しょうがないしょうがない。 SD カードのケースと、これ大事だからね。あ、それ大事。で、あと携帯の三脚で、あと今週ワンピース読んでないから、少年ジャンプちょ待って、ちょ待って、少年ジャンプ SDBC 始まったじゃん、で、SD やっぱ必要じゃん、試合とか取るから。256機は2つ、うん、2つで、これあとこっちはアイスクライマー、アイスクライマーアイスクレーマー、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 飛ばすよ。アイスクレーマーで吹っ飛ばされてちょっと出しにくいんだけど、テニスラケットで。何これ、スイッチのやつだ、すげえ、すげえ、怖い、怖い、やろうよ。これもテニスしてた、絶対やらねえ、欲しい、ふざけんじゃん、おい、目笑って。一番欲しいのが、あの、この日本代表のコントローラー、欲しい、いいじゃん、一番欲しい。結局ね、料金の方がですね、僕隣にいたんですけども、はい、ね、余計なもん入れすぎた結果ですね、はい、37万円になってました。37? でもね、この山田電機までどこか言えないですけど、はい、
本当めちゃくちゃ対応のいいお店で、本当素晴らしかった、感動しました。山田大吉さん、ありがとうございます。言っとるやないか、名前。あ、違う店舗で、店舗で言ってねえわ、この時。あ、来たよ、なんか。あ、来た来た来た。おかえりなさい、兄貴。おかえりなさい、兄貴。兄貴、何変えたよ。いろいろ変えました。いやもう俺、しかも正義、俺欲しいハイブラの話めっちゃしてる最近。一気にその夢なくなった。たつきさん、動画の冒頭で君40万ぐらいだったら余裕、リボのためならって言ってたじゃないですか。あれ、リボのためならいいんじゃないですか。クレジットカードは泣いてたのよ。1、2ヶ月後持ってたんですよ。クレカは2ヶ月後ぐらいに引き落とし、急になんだこの額はってなって、これずっと正義が食らってたわけでしょ。そうです、これきついわ。まあこんな感じで皆さん、はい、まあ見ての通り、ホラーナイトウィークほぼ全部急上昇入りました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあこれもね、まあ編集でもうテレビに並みの編集してくれてるターボーさんのおかげだった。いや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 、その通りですね。みんなで作って撮ってるわけですから。いや、もちろんそうですね。いや、本心はそう思ってる。今の言い方あんまり全部そういうやつだと思う。たまにはガサツで行こうかなって言ってたけど、本当にタボさんの編集素晴らしい。素晴らしい、本当素晴らしい。まあ今この継承しててね、たつき大輝、恭平、リボンにも継承してもらっていますので、まあそのためのレベルアップの一環としてこのお金をね、はたいたという。俺がね、高評価も余裕で超えましたね。あ、もう誰で1万円ちゃんと決まりだ。次の出張フライトにてもう決まっております。皆さん、出張ホラーナイトウィークをまたありますので、お楽しみ。はい、ということで、じゃあこれからも、よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。